プレナスなでしこリーグ一部第3節の試合結果をお届けします。曇り空の下、終始強い風の中での試合を余儀なくされた第3節。今シーズン初の白星をと願った試合でした。対戦相手は第2節を終え1勝1敗のジェフユナイテッド市原千葉レディース。試合が動いたのは開始のホイッスルから10分。ペナルティーエリアで杉田選手が倒され PK を獲得。これを杉田亜美選手がきっちりと決め先取点。勢いそのままで前半31分、杉田亜美選手の右からのコーナーキックをヘディングで押し込み得点。今シーズンアイナック神戸レオネッサから移籍のフォワード道上彩香選手、待望の初得点です。久野一の勢いは止まりませんでした。5分後、前半36分、またしても杉田亜美選手が追加点。ゴール前およそ20メートルのフリーキックをゴール左上に決めました。3点を取り折り返した後半、ジェフの攻撃に久野一ディフェンダー陣の守りが光りました。そしてなんと後半33分、杉田亜美選手ハットトリック達成。ミッドフィルダー佐久間小鳥選手のスローインからフォワード竹島かな子選手、ボールを佐久間選手に戻し、佐久間選手からミッドフィルダー森ひとみ選手につなぎ、再度ボールは佐久間選手へ。そしてシュート、ボールはキーパーに弾かれますが、そのボールを杉田選手がシュートし得点を決めました。久野一はジェフユナイテッド市原千葉レディースに得点を許さず、4対0で今季初白星となりました。第3節を終え久野一は1勝1敗1分け勝ち点4で暫定5位です。杉田選手です、おめでとうございます。ありがとうございます。まずこの試合を勝利で終えた今の気持ちから聞かせてください。もう勝利できたことが最高です。ありがとうございます。そして何といってもこの勝利を手繰り寄せたのはハットトリック、そしてワンアシスト、すべての得点に絡んだ杉田選手の活躍だと思います。ご自身のプレーというのはこの試合いかがでしたか？いや、もうチームみんなで戦った結果なので、本当にみんなでハードワークとチームワークを出せてよかったと思います。こういう難しい気象条件、キャプテンとしてもやはりチームメートにかけていた声というのは非常に大きかったんじゃないですか？本当に環境的にはすごく風が強くて、まあ、難しかったんですけど、みんなで本当に声をかけ合って、まあ、プラスに行くようにやっていました。まずこの試合勝利で終えて今のお気持ちから聞かせてください。いや、もう本当選手たちがね、一生懸命やってくれた結果だと思いますし、本当にまあおめでとうと言いたいですし、まあ立ち上がりがちょっとね、危なかったんですけど、本当どっちに転がるか分かんない状況だったので、まあ、その中でも選手たちが最初耐えて、そこをなんとか踏ん張った結果、こういう結果になったと思います。本当に相手の最初の勢いに、ね、ちょっと押された部分があったので非常に苦しかったんですけど、まあ、本当選手たちがそこから自分たちの持ち味を出してくれたので、いい結果だったと思います。そして、まあ、ご自身もプレイヤーのご経験があって、こういう風向きが定まらない、さらには雨が舞い上がる、こういうような気象条件で選手たちにはどのようなアドバイス試合前に与えていたんでしょうか？いや、もう集中力と、そのやっぱりシンプルにプレーするっていうのは一番大事だと思いますし、こういう本当風が変わったり中で、本当その予測がつかない中で選手たちのその集中力っていうか、あとはもう予測することを頭に考えさせたことが、まあ、こういう結果になったと思います。そしてこの4得点という攻撃面での結果についてはいかがでしょう？まあ、本当にこういう状況の中で、もちろん流れの中で点取るのは難しいこともありますし、その中でこうセットプレーっていうのを一つ自分たちの武器にできたっていうのが大きかったなと思います。そしてこのクリーンシート無失点という結果も嬉しいんじゃないですか？そうですね、それも本当選手たちが全員で意識持ってやってくれたことが良かったと思います。